マリー -84 はルーマニアの不評戦闘車。現在ルーマニア陸軍に採用されている。ソビエト連邦製の BMP-1 を基礎としており、より長い車体になり、平員区画の上部に 12.7mm 口径の DSHK3080 機関銃が搭載されている。百八十二年、ルーマニアは七十八両の b m p 一 不評戦闘車の生産ライセンスをソ連から購入した。同時にルーマニアの工業に適合させるために製造の変更許可を受けた。この際、ルーマニア仕様としてルーマニア国内で製造されたものがマリーマイナス84となった。1995年には改良の決定が行われた。ルーマニアとイスラエルの協力計画の結果、 近代化されたマリー -84M1 が製造された。以降、ルーマニア国防省は1億5500万 US ドルを費やして99両を改良している。マリー -84 ブカレストの国立軍事派、新しいエンジンは355馬力で開発されており、最大速度は時速 70km に向上している。しかし、 従来のエンジンよりも重く大きかったために、エンジンコンパートメントは、このエンジンに合わせるために作り直された。燃料容量は600リットルに向上している。これらの変更によって、車体の長さは60センチメートル伸びて7.335メートルとなり、天輪の間隔に隙間を生じさせている。また、より広く高くなっており、 幅が3.15メートル、高さが2.11メートルとなった。最低地上高は370ミリメートルから400ミリメートルに拡大した。武装は変更されなかったが、12.7ミリメートル DSHK38 対空獣機関銃が左後部兵員区画のルーフハッチの上に取り付けられたターレットに搭載された。これは、 兵員区画の左後方ドアの隣に座った兵士によって運用され、運用中は不評を乗降させることが不可能である。前述の変更と近代化によって重量は16.6トンに増加しており、特に多少の準備が必要になっており、水陸両用能力は弱められた。マリー -84 の改良は、イスラエルのラファエル社で開発されたオス -25。 R 無人砲塔を搭載することで行われ、砲塔にはエリコンクバ 25mm 機関砲と QS415 推薦車、ミサイルランチャー及び2発のミサイル弾頭4機の発煙弾発射機が装備されている。新型砲塔の搭載によって重量が17.6トンに増加しており、新型のより強力なエンジンが搭載されている。新型エンジンは、 キャタピラー製の396馬力キシー級エンジンで、ルーマニア陸軍が最近獲得した、モワクピラーニャ3と同一のエンジンである。しかし、重量増加によって、簡易な準備での渡可能力を失い、特別な準備が必要となった。車体は幅3.3メートルに、高さ2.942メートルに若干拡大された。エンジンは、より強化されたが、新式装備の重量によって、 路上での速度は時速 65km になった。QS415 追戦車、ミサイルランチャーが搭載され、QM14 マリュートか、発展型の QM14M マリュートか M、QM14P マリュートか P などが発射可能であったが、これは後に、ユーゴスラビア製の QM14 から 2T マリュートか -2T 対戦車ミサイル用のランチャー装備。 イスラエル製のスパイク対戦車ミサイル用のランチャー装備などに変更された。マリー -84 の生産は1985年に始まり、1991年までに178両が生産されている。MD-89 自走流弾砲。ありがとうございます。